こんにちは、ブランドバイ社長です。グレートランド響きです。スウェット第3弾3弾ぐらいですか、はい、思ったよりご好評いただいてます。まあある程度 T シャツ買われた方もスウェットにご興味持ってくださってるお客様とか、うん、まあ、今までヴィンテージ T シャツはまだ買ったことないんだけど、シーズン的にスウェットの季節なので、まあこれを機にということで買っていただいたりだとか、なかなか好評なので調子乗って第3弾もやります。はい、今回はジャンルレスってことでもうミックスですけど、まあロック系が多いです。ですので最後までご視聴いただいて損はないと思いますので、まずはいいねを押していただいた後に、まあオープニング飛ばしていただいて結構ですので、最後までご視聴よろしくお願いいたしま す。行ってみましょう。はい、これね、前回も出しましたね。そうですね、同モデルですけど使用感が違います。こっちの方がコンディションが良い、うん、私はとても腹が立っている、はい、あんなに褒めたのに前回のがなぜか売れていない。どうかしてるぜ。どうかしてるぜ、懐かしいなっていうことなので、はい、こっちもサイズ感いいんですけど、どうかしてるぜ、誰だったっけ、どうかしてるぜってやつですよね。誰だっけ、なんかお笑い芸人か誰かじゃなかったっけ。まあいいですもん、はい、から、なので今回のモデルに関しては前回ご紹介したやつよりちょっとやれ感が少ないというか、もうちょっとプリントがパキッと残ってますので、はい、もうこの時点でどっちか選べるんですよ。まあまあそうですね、これで両方とも売れなかったらマジどうかしてるぜなんで、うん、皆様今一度まともに冷静になった上で、まともに前回の動画のこのパーカーの説明も聞いていただいた上で、どちらかいい方を何卒言っていただきたいと思う次第でございます。はい、以上です。します。アブリルラビーンですね。はい、はい、これはね非常に悲しい、僕が着れるサイズなら本当に僕が着たかった、うん、が、まあサイズまあミディアムぐらいかな、実寸でいくとまあそんくらいになるんですかね。はい、うん、ですので、まあ、アブリルってなかなかこれパーカー珍しいですし、そうですね、皆様が想像する時代の、うん、汚れなき、汚れなきね、経験少ない、うん、まだ芸能界に毒されていないアブリルでございます。なのでそこも踏まえた上で、まあなんかねこういうパーカー着てるとね、なんかこう同世代の方とかにね突っ込まれることも多いと思うんですよ。多いと思いますね。そういうねアブリルみたいな、うん、いいやんけ、そう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 、うん、なんかまあ外しなんだけどかっこいいんでパーカー自体が、うん、お値段も安いので、そういう意味でこうこのパーカーを外しで、長くご愛用いただければと思います。はい、アブリルラビーンのパーカーって僕売るの初めてなんで、うんうん、T シャツもほぼ経験ないですけど、まあ少ないですね。はい、そんな経験少なきアブリル、はい、お願いします。お願いします。はい、何の経験かっていうのはコメント欄に書いててください。いや書かなくて大丈夫です。書いててください。ディズニー、はい、L と XL ですが、はい、共にでかいです。はい、ディズニーのファンタズミックですね、うん、まあ僕個人的にもすごく好きなディズニーのジャンルですね。ブラックピンクとかね、はい、エサプロッキーが着てるね、はい、こうミッキードーンみたいな、グーフィードーンみたいなっていうのもすごいいいんですよ、うん、僕好きなんですけど、でもまあヴィランに並ぶこのファンタズミックね、はい、この辺りはすごく珍しい。そしてこのサイズ感でましてや2枚入ることはまずないということで、うん、いいタグもついてます。コンディションもなかなか良いです、はい、まあお揃いで着ることはやめた方がいいと思います。あ、それはまあまあまあ、まあ、ちょっときつい、はい、だいぶきつい。あれ90年代がタイムスリップしてきたみたいな、はい、なっちゃいますね。なのでまあこれはちょっとこう、まあ女性の方が着られるのは当然可愛いんですが、男性の方がちょっとねかっこよくっていうか、うん、悪く着てほしいなと、確かにね、思っております。グレートランドオリジナルのスウェットパンツとのセットアップでもいかがでしょうか。あ、いいんじゃないですか。はい、はい、ということでレアな2着ご紹介とお願いします。結構珍しいですよ。はい、まだあったんですねこれ。あるんですね。これ売れましたよね。これは、はい、2パック。すいません、もう1着ありました。はい、サイズ感もめちゃめちゃいいです。コンディションも良いです、はい、別にこれといって語ることはないんですけど、まあこのスウェット自体2パックのスウェットの中でも比較的珍しい部類というか、うん、とにかくサイズ感がめちゃいいですね。めちゃくちゃいい。でフロントとバックが全然違うこう色味っていうか、そのあたりもいいのと、うん、フロントがねちょっと地味なんですよね、まあ、カラーも通常のラップティーデザインの中では、はい、そこも僕は評価すべきポイントなのかなと思っております、うん。前回お買い上げいただいたお客様、こんなんもうないですよって言ってしまってたんですけど、すいませんもう一着ありましたが、うちの倉庫にあったってことなんで、はい、うちじゃないとないんで、まあそこはもうご了承いただいた上で、はい、お願いいたします。お願いします。すいませんでした。もう2枚ペイってください、はい、何枚やんねん。あったんですね何枚やんねんこれ。タグも一緒か、XL、はい、XL、 両方もミニティーズ XL、 はい、
まあ、こっちは結構ええ感じにやれてて、プリントの残り方はねちょっと差があります。バックが特に分かりやすいかな、はい、僕好みの方のコンディションですな、うん、こっちこちらはこんな感じで、なのでまあもうそれバックのスウェット買うならグレートランドで、はい、まあグレートランド大阪ってほんまにあんま安くないんですけど、うん、スウェットに関しては結構安いと思うんですよ、ね、結構安いと思いますね、うん、ほんまにそれは、まあ、やっぱ T シャツ屋さんって言っちゃってる状態、まあ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 そのスウェットはまあちょっとかさばるじゃんいらんかっていうのがいらんことはないけど、この値段でじゃあどこで買えんねんって話なんで、うん、言っててください、はい、サイズ感めっちゃいいです、お願いします。はい、デビルマンです。フロントはデビルマンのロゴ刺繍で、これはバックプリントをしたいアイアンクロスのパスヘッドデビルマンですね、はい、めっちゃかっこいいですねこれ。デビルマンとパスヘッドっていうね、そうです、すごい組み合わせなんですね。めちゃくちゃいいよ、うん、まあ、パスヘッドっていうと皆さんねメタリカとかのイメージが、これがね背面にねプリントでカタカナでデビルマンって書いてたら、まあちょっときついなっていう感じが僕は正直あると思うんですが、うん、フロント刺繍でしょ、はい、フロント刺繍でデビルマン、しかもあのナイキのセンターソースみたいな場所にね、そう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 、これがまずシャレとると、 そう、そしてバックプリントがもう、まあ、デビルマンなんですがほぼメタリカですよねこれ、ほぼ後ろだけ見てしまうとっていうこのなんだろう、ね、無駄に金をかけた結果いまいち綺麗にまとまらんかったっていう、はい、果たして本当にパスヘッドの刺繍があったのかアイアンクロスで、うん、まあ、そのあたりも全部含めてあの褒めるべき古着、うん、今こういうのを作るとこういう感じには多分仕上がらないと思うんですよ、うん、なんかもっとシャレシャレな感じになるのかデカプリドーンみたいになるのかどっちかと思うんですけど、はい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 、この狙い切った結果微妙な感じにまとまってるっていうのが古着の良さだと僕は思っておりますので、しかもブラックボディに赤でしょ、うん、なんだろうな、僕ならフロント刺繍白にしたか黒にしますけど、あ、赤でやっちゃうところがこのデビルマンという、 なんかわかる、ここがなければかっこいいパーカーですねで終わっちゃうのよね。あ、まあ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 、でまあこのあたりも結局さらにこう長期間っていうか長くご愛用いただいて、やれ感色合わせが出た時に本当の進化を発揮すると思います、うん、なので長くご愛用いただければ嬉しいです、はい、お値段も控えめにしておきます。海外だと高いでしょうこれ、はい、高いと思います。お願いします、はい、お願いします。はい、はい、アリチェンです。僕の私物です。おなじみのワンちゃんの足ないワンちゃんのやつです。目の色がちゃんとプリント入ってます。タンタケボックスです。なぜなら僕の私物だったからです。サイズ感めちゃめちゃいいです。はい、めちゃくちゃいいです。以上です。はい、かっこいいですはい、もうあの私物は熱く語る癖がありません。はい、お願いします。語らなくていいと思います。はい、ボーイズインザフット、はい、ボーイズインザフットなインザフットなんこれって、いやまあ、まあ、ごめんなさい、あの間違ってたらすみません。ボーイズンだと思ってますね。ボーイズインザフットのスウェット刺繍です。まあそんな古いもんじゃないですね、なのでもとってもお安くしておきます。お安いスウェットはグレラン争奪戦なので、はい、ただまあ、ね、あの雰囲気最高、刺繍で入ってて、うん、めっちゃいい感じですね。サイズ感もよし、はい、お安く出してきますのでお願いします。お願いします。はい、アンスラックスの、 あのおなじみカットソー素材の、まあ、パーカーです、うん、本当に、まあ、春夏1枚で着ていただくもよし、今の時期インナーレイヤードで使っていただくもよし、上から T シャツ重ねていただくもよし、袖プリしっかり入っててフロントプリントもしっかり入ってますがモノトーンで収まってますので、うん、まあ、それこそチェックシャツとか、それこそあのモヘアカーディガンとか、まあ、アーガイル柄のモヘアカーディガンとかの中にインしていただいても全体のいい、ね、まあ、雰囲気がうるさくなりすぎることなく、うん、かっこよく着ていただけると思います。グレランの、 あの、去年の冬に出して即完売しましたカートをね、イメージしたポーリーマンカーディガンのグリーンとかとも相性めちゃめちゃいいと思うし、はいはい、ああいうモヘアのカーディガン着てインナーさらに裾から出してもらってっていう、まあ、インナーこのパーカーカーディガンっていう、まあ、三重のねレイヤードスタイルで着ていただけると綺麗にまとまると思いますので、まあこれはそんなね値段も高くないし、まあ、アンスラックスって T シャツとしてそこまで高いバンドではないんですけど、うん、その分デザインと、プライスの、まあ、コスパでいくとかなりいいと思うの で、 いいです、ね、何卒お願いします。使える一着だと思います、はい、同じくカットソー素材のスピンドクターのグルグル、ニルバーナのグルグルだったらお値段これの20倍するでしょ。20倍で済むかっていう、はい、コピーライトもしっかり入ってます、はい、1992かな、92ですかね、前に入ってるコピーライトが92ですね、はい、で、はい、プリントも厚塗りで、プリントの質感ね、これね、なんて言えばいいのかな、分かりやすく言うとグレートランドでよく売ってるオニータボディのアップルに似た感じのプリントです。結構厚プリ、厚盛りのプリントでございまして、はい、まあ、可愛らしい感じ
感じですね、うん、サイズ感も大きくて、まあ皆さん似合うかなと、大きく着ていただくもよし、うん、ジャスト目でインナーですとか、さっきと重複しますけどレイヤードスタイルでも重宝していただけると思います、うん、そうですね、いいですねこれも、これは普通に洒落てるやつ、うん、お値段も安いんで、お願いします、もう適当に着てください、はい、以上となります。まあ一部カットソー素材のパーカーも含まれておりましたが、はい、ダラダラと紹介するにはもったいないぐらいスペシャルなスウェットたちもたくさんございました。本日夜9時からオンラインストアにて販売開始、6時から店頭にてもご試着およびご購入も可能でございます、はい、そろそろスウェット特集も終わりに近づいてまいりました。てかもう終わりか、一旦終了ですね、一旦終わりですね、はい、なので、まあちょこちょこね、もしかすると T シャツに混じってスウェット出ることあるかもしれませんが、特集を組むというのは今回で終わりですので、まだスウェット1枚も買われてない方、うん、今回もなかなかバリエーション豊かだと思うので、何か1着試しに買ってみてください。いいねしていただけましたでしょうか。いいねがあると嬉しいです。ブランドバイヤーズ社長とグレートランド響きでした。バイバーイ。